こんにちは。心霊第7世代のシークエンサイトモです。よろしくお願いします。ということで今日はですね、フジテレビの楽屋にいるんですけれども、その楽屋でちょっとね、ある実験をしたいなと思って、こちら、バケタンですね。バケタン使って幽霊いるかどうか、それで僕が実際にいるかどうかっていうのを答えるっていう動画をちょっと撮ってみたいなと思います。理由としては、テレビ局っていうのはね、人気なスポットなんで結構いるっていうふうに言われるんですよ。なんで、テレビ局で何かが映り込むっていうこととか、何かがいるっていうのは結構あるんで、まあ、いても全然おかしくないんですね。なんで、ここで、まあ、いるかどうか。まずはちょっとバケタンで確かめたいと思います。ちょっと、押してみましょう。よいしょ。いいお化けがいるということでございます。はい。青色に光ったっていうのはですね、いるいないで言うといる。で、なおかつ、いい幽霊がいるっていうことで、青色に光るらしいんですけれども、青色に光ったっていうことは、今この場にはいい幽霊がいるっていうのをバケたんで、言ってるんじゃないかなっていうことですね。はい。じゃあ、こちら、果たして僕が見た感じ、いるのは合ってるのかどうかっていうことなんですけれども、いるかいないかで言うと、今、楽屋には幽霊は、いません。はい。楽屋にはいないですね。楽屋にはいないんですが、もちろんテレビ局そのものには、どっかにいるんで、まあ、もしかするとここの部屋以外の何かを、連れてきてるのかもしれないです。まあでもテレビっていうのはね、まあ、基本的には出たかったっていうプラスな思いでばっかり集まるんで、悪いのはあんまりいることはないんですけど、まあ、今楽屋にいるかいないかっていうといない。でも青く光っちゃったっていうことで、まあ、現状こちらは、立証ならずっていうことですね。ということで、まあ、他のところでもまた試してみればいいなというふうに思うんで、以上プチシリーズでした。またバケタン使ってみたいと思います。ありがとうございました。